よ DLS ポッドキャスト d ポッドキャストでは生徒の安全と将来の健康を第一に考えレッスンを当たり前にをスローガンにダンサーズ・ライフ・サポートの創立者数々のバレエ解剖学の参考書の著者でもある藤愛が元オーストリアの政府認定バレエ学校で10年以上専属セラピスト兼解剖学怪我予防のクラスの講師を務めてきた経験とさまざまなバレエ団のプロダンサーと仕事をしてきた裏話。 最新のスポーツやバレエ医学のエビデンスを日本のバレエ教師でも使えるように実践的なアドバンスにまとめてお届けしております。では、今日のエピソードをお楽しみください。こんにちは。子供の頃ずっと扁平足だと思っていた外愛です。そうだからなのかわかりませんが、うちには竹踏み用の棒みたいなのがありました。今でも多分実家のどこかにあると思います。竹踏み用の棒ってわかります さすがに竹ではできてませんでしたけど、かまぼこみたいな形をした緑色の竹のように藤がついているプラスチックの棒でマッサージ用のデコボコがついてました。時は経て体のことを勉強しました現在の私が知っていることは子供の場合、扁平足で当たり前。足裏マッサージのやりすぎは危険。扁平足フラットアーチは統一されたルールがないため何センチ以下のアーチだったら扁平足という世界的な共通点がないということ。 なので、ダンサーの足セミナーや、膝下にフォーカスを当てて勉強する、教師のためのバレエ解剖学講座、モジュール4では、小さい子たちのクラスで、土踏まずを持ち上げて、アーチを引き上げて、などの言葉をかけることはできない、と何度もお話ししています。存在しないんでね、アーチーさんが。ないものを要求してもできないでしょう。最近のポッドキャスト、エピソード513、トウシューズは12歳から、 でも、子供の股関節、つまり骨盤や大体骨はまだ骨がくっついていないという事実。痛いと感じると筋肉は硬くなるということ。痛いのが当たり前だと指導すると、彼らは怪我したことに気がつかず、一生を過ごす可能性があることを知らず、2024年にまだこのような野蛮なことをするスタジオが存在します。とお話ししましたが、つま先を伸ばすストレッチします。 子供のうちに伸びるつま先作りますみたいなことをやってる人たちの何パーセントが、子供のうちは扁平足が普通だという解剖学事実をご存知なんでしょうかね。時々生まれたての赤ちゃんで、まだ歩くことはもちろん、ハイハイすらできないような子供のつま先を見て、将来バレエができるようになんて言って、つま先を伸ばしている人を見ると、無知とは恐ろしいものだと感じます。こういうバレエママっていうのステージペアラントっていうの そういう人たちは日本だけじゃなくて、オーストラリアでもあったことはありますが、日本人だからつま先が伸びないんだ。日本人の骨格ではターンアウトできないんだ。っていう情報が飛び交っている場合、危機感からなのか、親の愛情 <laughs> なのかわかりませんが、いち早くストレッチを始める人が日本にも多いように思われます。日本と韓国は人口のほとんどが同じ人種だということもあり、このような日本人だから的な考えが通じる文化があるようですが、オーストラリアをはじめ、 多民族国家の場合、オーストラリア人だからつま先が伸びないなんて言ったら、<laughs> 年齢的、政治的に大変なことになります。例えば、オーストラリア人とは何を、誰を指すのかを考え始めると、先住民に対する悲惨な歴史を振り返らなければいけないですし、その歴史から来る現在の問題にも直面することになります。先週のポッドキャストでもお話ししましたが、人種差別はバレー界にも根強く残っているので、オーストラリアの先住民、アボリジニ初のクラシックバレエダンサー、 エラ・ハベルカさんは2016年にオーストラリアバレエ団に入団したそうですし、有名なミスティー・コープランドさんが黒人ダンサー初のプリンシパルに昇格できたのは2015年。まだまだバレエ界は閉鎖的です。よって残念ながら海外の先生から日本人だから何とかができないと言われた場合、解剖学的な要素ではなく人種差別が含まれていることがほとんどです。 日本人プリンシパルが踊っているオーストラリアバレエ団でさえ付属のバレエ学校の先生が日本人だからターナントができないと知り合いの日本人の先生に言ったことがあるっていう話を聞きました。これは聞いた話なので真偽はわかりませんが20年オーストラリアに住んでる私は本当だったとしても全く驚きません。でも自分の国で生活しているとマジョリティのため自分が差別されるなんて思いつきもしない日本の先生が 海外の有名学校の先生の言葉を聞いて解剖学的な事実なのかを確認せずに生徒に言うようになってしまったらとても悲しいなと思うのです。さあ、話を扁平族に戻しましょう。昔、ランニングシューズの会社、アシックスのウェブサイトにとってもわかりやすい足のアーチと、あと足、レッグの方ね、の形を年齢別に表した図があったので、セミナーでもよく引用させていただいていたのですが、 最近サイトがアップデートされて、そのイラストを見ることができなくなってしまいました。そのため、エビデンスの中でもレベルの高いシステマティックレビューという種類に当てはまる、日本人を含め人種にも考慮をされていたリサーチ文献からできる限り噛み砕いて、ダンサーに必要な情報だけをお届けしたいと思います。リサーチの出典元は英語なんですが、このポッドキャストのページにリンクを貼っておきますので、元が見たい人、全部読みたい人はそちらをチェックしてくださいね。 成長に発達している章には、生まれつき扁平足であり、生後10年くらいまでに徐々に内側縦アーチが発達することが臨床的に認められています、と書いてあります。つまり、赤ちゃんは扁平足。日本でよくバレエスタードの年齢に挙げられる3歳でもまだ扁平足。そこから10歳くらいまでの間に徐々に足の内側、縦アーチが発達していくんですね。 足のアーチは縦2つ、横1つの合計3つあって、縦アーチは親指の付け根からかかとの方にあるアーチと小指の付け根からかかとの方にあるアーチの2つがあります。なので、この文献で言われているアーチは土踏まずの部分を指すんですね。幼稚園生のクラスから小学校低学年クラスまでは大人のように土踏まずが形成されていないということ。 なので、ポッドキャストの最初にお話ししたように、子供クラスでアーチを持ち上げて、アーチを潰さないでっていう注意は意味がない言葉になるってわかりますよね。また、この子たちの年齢で、あなたは扁平足だからダンサーになれないとか、扁平足だからつま先が伸びないなんて言うこともできませんし、扁 <laughs> 平足だから太る足が太くなるなんていうこともありません。この部分は年齢に関係なくデータは見つかってませんが、知ってる人がいたら出典元を教えてください。 私が知っている限りでは、最初にお話ししたように、扁平足というのは、フラットアーチって英語で言うんですけど、それは世界で一致した診断方法がないので、O 脚とか X 脚とかもそうですが、何でもかんでも太るにつなげるのやめてほしいですよね。<laughs> ただ、10歳になったから足出来上がりましたではありません。7歳から10歳までに足裏のアーチが完全に成熟するわけではなく、その後も徐々に 変化していく可能性があるとも書いてありました。身長が伸びるスピードがその子によって違うのと同じように、足のアーチの成長も個人差がありますし、健康なアーチの高さとか、ダンサーに向かないアーチの低さとかもわからないわけですね。足の長さの成長が止まるとき、つまりシューズのサイズがある程度決まってくる年齢は、男の子が15.58歳、プラスマイナス1.26、女の子が13.56歳、 プラスマイナス1.17であると示唆されている研究があるそうですが、一般的に足の成長に関わる骨端線は16歳までにくっつくなんていうのも書かれていましたので、トーシューズを12歳未満でスタートしているスタジオではこの部分も考慮していないとなります。もちろん、12歳になったからといって骨が完全に出来上がったわけではないですが、12歳未満だったら危ないっしょという結論に至った理由も見えますよね。もちろん、ダンサー自身がこの知識を知らなくて当たり前です。 私の足もまだ成長してないからって9歳の子がわかるわけないでしょだからダンサーは周りの大人が言ったことをそのまま信じています。私が扁平足だと思っていたように。そして竹踏みすればアーチができると思っていたように。保護者もわからないことがあるでしょう。先生だって今日お話ししたような文献を読む時間なんてないでしょ指導者になるためにシラバスを勉強した20、21歳ぐらいの私も知りませんでしたから。 だからこそ、若いダンサーを守るためには、継続した勉強が必要なんですよね。知らないことは指導できないという言葉を私は何度も使いますが、バレエの先生だからといって、つま先の成長について知らない人もいる。シルバスを勉強しても、つま先を伸ばす方法は書いていない。だって、そもそもレッスンというのは、つま先を伸ばす練習をしているのだから、つま先が伸びた人がレッスンするんじゃなくて、つま先を伸ばすようにレッスンするわけよ。だからこそ、特に、 成長期の体を扱う人たちは、つま先を押すとか、開脚させるとかする前に、その動きに危険がないかを考える必要があると私は思います。では、長くなっちゃったのでまとめてみましょう。幼稚園生だったら扁平足で大丈夫よ。小さい子たち、特に10歳以下だったら、アーチも成長過程だからね。骨は出来上がっていない時に、無理やりにつま先をの押したり、アーチをプッシュしないこと。そしてやっぱり、12歳未満のポイントはやめようよ。 というのが今日のポッドキャストでした。今日の情報が皆さんのダンス生活にお役に立てていたら嬉しいです。ぜひ必要な人、生徒さんや保護者さんにこのポッドキャストをシェアしてあげてくださいね。大人たちが子供たちの体を、そして夢を守ってあげましょうよ。大人バレエの皆様もぜひ先生に教えてあげてくださいませ。一緒に安全なバレエスタジオを作っていきましょう。ご存知のように来週8月1日で DLS は11周年を迎えます。 現在、DLS 誕生祭として、ダンサー専門の管理栄養士さんによるダンサーの食事ワークショップ動画、RAD と我が名はメソッドのプロをお呼びしたシラバス比較のディスカッション対談、保護者が知っておきたい成長期の体、パート1と2のお申し込みが行われています。詳細は、DLS サイト、www.dancerslifesupport.com へ。クラスの詳細リンクが見つからない場合は、お気軽にインスタで DM してくださいね。 より多くのバレエ関係者にダンス医学の情報を知っていただくことで不必要に怪我するダンサーを減らせることが私のゴールでもあります。応援どうぞよろしくお願いいたします。では来週、11歳になった d l スのボトキャストでお話しできるのを楽しみにしています。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。